こんにちは、ビーフです。お久しぶりです。あ、久しぶりですね。レインボーパンチが解散してから、はい、もう1年経ちましたね。あ、もうそうですね、本当にちょうど1年ぐらいだと思いますね。その間何してたんですか？その間、そうですね、個人のチャンネルで、はい、ビーフ朗読の部屋っていうチャンネルをやってるんですけど、はい、はい、朗読をしてたんですか？朗読してましたね。それ登録者何人ぐらいなんですか？登録者24です。24。再生回数はどんな感じなんですか？一番良くて、一番最初に上げたゴンギツネというやつで180ぐらいでしたね。ソロ活動はあんまうまくいってないんですか？全くもっとうまくいってないですね。そうなんですか？そうなんですよ。どうせ彼女とか作って楽しくやってたんじゃないですか？いないんです、いないんです、彼女は。そりゃそうでしょう。そりゃそうでしょう。で、今日はどうしたんですか？あ、そうなんです。まあ、それで相談がありまして、はい、僕はまあ、ずっと、まあ、レインボーパンチというグループで、まあ、やってたんですけど、はい、まあ、今でもやっぱレインボーパンチ大好きだったんですけど、はい、まあ、僕の責任もあってちょっとまあ解散してしまったんですけど、はい、何をしたんですか君？まあ、僕の心の弱さというもので、まあ、周りのメンバーにこうなんていうんですか、悪影響を及ぼしてしまったところもあったので。そうだったんですか？そうなんですよ。え、それで、はい、どうしていきたいって話ですか？まあ、そうですね、ちょっと心残りっていう、心に引っかかったこともあって、はい、まあ、もう一度このチャンネルを復活させて、まあ、いつかまたみんなが戻ってこられるように頑張っていきたいなと。あ、一人で頑張っていくってことですか？そうですね、しばらくはちょっと一人で、まあ、皆さんの協力もちょっと必要になってくるかもしれないんですけれども。皆さんの協力？何その協力？そういうこと？まあ、そうですね、一人で、まあ、しばらくチャンネルをやっていって、いつかまた集まれるように、集まれるように。まあ、ほら、チャンネル登録で、ね、してくださった皆さんが、はい、ほら、それぞれメンバーのね、ファンだったり友達だったりもするので、はいはい、まあ、そういった方々にこう納得していただくには、はい、もうそれ相応の頑張りがないといけないと思うんですけど、そんな覚悟はあるんですか？もちろん、もうこの1年間で、はい、もうすごい反省もしてきまして、はい、もう同じ過ちは二度と犯したくないですし、何をしたんだろう。まあ、その心の弱さの感じだと思うんです。メンバーのお金も盗んだんですか？それは盗んでないです。盗んだらこれですよ。盗んだらこれです。何をしたんだろうって見てる人気になると思うんですけど。はい、まあ、そうですね、僕は足引っ張っちゃったところもあったんで。いや、まあ、でもそれはビーフさんの頑張り次第なんじゃないでしょうか？そうですね、だからこれまで以上に、はい、もうチャンネルをね、こう盛り上げて、まあ、僕にできることをやって、はい、まあ、このチャンネルを復活させた上で、また登録者数とガーンといきたいと思って。すごい、レインボーパンチ復活ですか？そういうことになりますね。地獄のチャンネルが復活。復活です。いいんじゃないでしょうか？おめでとうございます。いいですか？50人ぐらい減ってると思います。おー、いいですか？それでも頑張りますか？頑張ります。もう頑張ります。楽しみにしてます。はい、でもやっぱその覚悟を、ね、目に見える形で示さなきゃ、はい、見てる人も納得してくれないんじゃないでしょうか？そうですね、まあ、その、まあ、復活ということなんですけど、はい、まあ、ここで一つお知らせというか、あれなんですけど、はい、まあ、やっぱり新しい風欲しいということで。新しい風、はい、新しい風です。僕はちょっと改名をしようと。改名ですか？改名です、はい。個人名がですか？個人名、まあ、そうですね、アーティスト名をちょっと変えようかなと。あ、そうですか。思ってます。はい、それがザ・ビーフです。イエーイ。どうでもよっていう声が聞こえてきますけどね。あ、かつてのビーフから、はい、定冠詞がついてザ・ビーフへ。そうです。それどうして改名するんですか？まあ、やっぱり
先ほども言ったように新しい風が欲しいっていうのと、まあ、しっくりくるとかそういう理由もあるんですけど、はい、まあ、ロックミュージシャンとかのイメージですけど、はい、ザ・なんとかってつく、まあ、ザ・ビートルズみたいなとか、はい、ザ・ブルーハーツとかザ・イエローモンキーとかいろいろあるじゃないですか。まあそういう、まあわかんないですけど、そう、わかんないごめんなさい、わかんない、まあそのロックの人がつけてるイメージで、まあ、そのロックミュージシャンのように前向きで熱く、まあ、僕もその熱いのを武器にしているので。あ、いいじゃないですか。はい、だからここにザをつけてザ・ビーフにしたいと思っております。じゃあビーフポーズに続いて、はい、ザ・ビーフポーズあるんですか？もちろんありますよ。じゃあそれをぜひ披露してください。あ、わかりました。ザ・ビーフです。前の方が良かったよ。本当ですか？うん、じゃあ前バージョンのザ・ビーフ。ザ・ビーフです。そんな高かったっけ？あの、一応あの君そんなレーモンバージ好きじゃないでしょ。いや、大好きですけど、なぜ高かったかというと、はい、まあ、日頃やっぱボイトレもやってるので、あ、ちょっと前よりは声帯が広がった。どういうことだ。そんなただ声が高くなるボイトレとか嫌なんですけど。あ、すいません。まあ、ちょっと声帯の息が広がったかなと。声帯の息あ、どういうこと？申し訳ございません。あ、なるほど。ボイトレして声高くなったってことね。そうですね。なるほど。はい。じゃあその覚悟をどうやったら示せるかね、はい、見てる方が信頼してくれるような。そうですね、やっぱり、まあ、僕の代名詞といえば、はい、やっぱり体を張ることなので、はい、まあ、その過去にも全然ダメだったじゃないですか、大食いとか。いや、それが違うんです。それは前ビーフだった時の話です。ザ・ビーフは違う。ザ・ビーフは違うんですよ。これどうせそう言って食えないとかパターンなんじゃないですか、はい、いや、まあそれが、それはもうこれからいろいろその体張る動画も上げていくと思うんですけど、はい、もうそこで皆さんに判断していただきたいと思っております。新しいビーフ、はい、ザ・ビーフ違うぞってことですね。もちろんそうですね。でも確かにあえて解散したグループをもう一度復活させたいってすごい覚悟だと思うんですよ。はい、それを言ってきたこともすごい覚悟だと思いますし、はい、僕は期待してますよ。きっと見てる皆さんも新しいビーフに期待してることだと思う。お、ありがとうございます。早速行ってみましょうか。はい、まあ、おお、あれ、ゆうくんじゃん。久しぶり。ゆうくん、ゆうくん、お久しぶり。ゆうくん、なんか何やっとるの？あ、今ちょっと撮影してて、あ、ちょっとすごい、あ、いい、久しぶりにね。そうなんですよ、今撮影してて、なんか個人チャンネルの、あ、はい、なんか企画みたいな感じですか？うん、そうですね、朗読早食いみたいな感じ。朗読早食い雨にも負けずって言いながら、そうそう、朗読しながら、朗読しながら、いや、この昔懐かしい早食いトライアスロンにビューさんが、あ、はい、はい、個人的に挑戦したいみたいなので、ちょっとタイムキーパーをじゃあゆうくんぜひ。いいですか？ありがとう、助かります。やっぱりこう前のビーフはちょっと甘えがあって、はい、うん、3分24秒だったので。3分24秒、はい、このトライアスロンが、はい、なのでザ・ビーフは違うぞと、やるんだぞというところをね。そうだね、視聴者さんにお見せできたらなと。そうだね、思います。はい、昔の自分を超えていこう。超えます。なんかやれそうな気がする。やれます。あ、すごい。この1年のね、はい、悔しい時間で、はい、成長したんだね、きっと。そうです、自分なりにやっぱり考えた時期がたくさんありましたので、はい、はい、その考えた結果をもうバッと出していきたいと思いますね。自分に挑戦しよう。自分に負けないです。じゃあ、 あの前回と同じで、はい、まあおにぎり、リーダー、はい、ガリガリ君の順番で大丈夫ですかね？そうですね、1回ずつ止めていくってことですよね。そうですね、まあおにぎり食べたら、はい、でまたっていう、それの繰り返しです。了解です。ワクワクする。1回ちょっと気合い入れていいですか？焦らずね。はい、おにぎり OK ですか？ OK でいいです。じゃあ行きます。よーい、スタート。焦らずによく噛んで。あ、全然違う。早い。あ、全然違う。
2年前と違いますよ。まず謎になんか怒ってる PK がいないからね気持ち的に楽かもしれないです。本当に怒ってたからあの人ね。おい、いいですよ。いい感じですよ。飲めいい感じですよ。出ちゃう。飲んで噛んで。もうダメだ。もう1分経過。いける。1分16秒。あれでも前回よ。まあ前回よりは。えずき方前回よりは。なんでちょっとノリがこう喉チンクでスライスしちゃって、まあ、でも前回よりは絶対早かったので、じゃあ2個目はリーダーです。はい、いきます。よーいスタート。よし、もう1分22秒。あ、もう早い。さあ、3分何秒だ。24秒。24秒。全然これならいけるじゃん。いけるじゃん。おい、よっしゃ。ザ・ビーフ。さあ来た。ザ・ビーフは強いですね。なんかすごいいいんだよ。自己記録更新でいいから。はい、これが難関問題なんですよね。難関問題、はい、はい、前回頭痛いプラス、はい、横にいたやつがペシ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 くるからプレッシャーと痛さの戦いでした。ああ、もう自分との戦い、本当に自分との戦いなんで、はい、頼むよ。誰に頼むガリさんに頼む。ガリ前とは違う。なんか違うよね。行くよ。いいよ。位置について用意スタート。自分との戦いだよこれは。飲めすごい。はい、すごい。すげえ声が出た。いいね。タイムは、タイムは2分12秒です。おお、1分も縮めた。すごい。いやでもすごい気持ちを感じた。ありがとう。痛いよなそれ。嬉しいですけど。いやすごい。やった。1分縮めた。すごい。いやでも、はい、そんなね、はい、大した記録じゃないかもしれないけど、はい、でもさ、1分縮めるってやっぱすごい気持ちだと思うんですよ。そうです。まずは気持ちを、そう、本気なんだぞというところを皆さんにお伝えできればなと思っております。うん、次挑戦する、もう1分縮められるよきっと。はい、またそうですね、チャレンジしていきたいと思いますね。はい、すごい、はい、感動でした。ありがとうございます。ありがとう。